れいいじゃん。音楽性はどうなの？いやいや、ちょっと聞いてみてください。いや、こう立てたら失礼だから。後ろ空いてるか。この辺座って。しないか、ここ。だね、今日。この辺座っていただいて、聞いて。あの辺座ると、あの辺座ると、ツボになっちゃうからダメだ。あの辺で立って聞いてる。いつでも逃げられるようにです。だっていいいい僕の耳はいい加減な耳だから、僕の耳あれがいいんだよ。合わなければ買いたい。ちょっと外れてる。よろしいでしょうか。では、3分2回目のステージを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。最初はちょっとインプロビゼーションから、この「ホーキン」っていう「口のこと」っていう書いて「ホーキン」っていう楽器をちょっと独奏からやってみたいと思います。どんな楽器なんですか？これはですね、金属の枠に、まあ、金属弁がノコギリを切ったような弁が入ってる、すごいシンプルな楽器なんですけど、口につけて弾くと本当にいろんな音が出るので、多分モンゴルの音で。ああ、そうですね、そちらすごい盛んですね。でも世界中にあるんですよ、黄金は。あのアイヌのムックリって竹の音、あれも黄金の音で、もうアイヌ、そうですね、結構ロシアの方なんか多いですね。あとは東南アジアとかヨーロッパにもあります。これはあの日本の鍛冶屋さんの目継のりみさんという方が作っているメイドインジャパンです。
Yeah.
のリボンコントローラーを僕の方が使いました。まあ、もう一度簡単に説明すると、音程が、ね、触る場所によって滑らかに変化する電気の回路、電気の回路、リボンコントローラーでした。オーバートーンみたいにも蓋出たのは、まあ、エフェクトでやってます。まあ、エフェクト、いや、こちらは新規ですね。一つの音しか出ないんですかね。モノフォニック、もうスターモンですね。ええ、で、またじゃあこっちの解説庫で、曲をやってみたいと思います。また、この楽器のために作った、オリジナル曲で、Still Life という曲をやります。弦2本しかないんですよね。弦2本です。それでその和音が出るんですね。
あ、そっち。ここに箱が作る箱があります。今のは4世ですよね。そうですね。結果的にオーケストラに。そうですね。このコンプにある箱が4世にしてます。まあ、基本は2音なんですけどね。まあ、そこも作曲ですけどね。じゃあ、次はですね、まあ、トラディショナル、カザフスタンのね、トラディショナルを僕も2人で、まあ、レンジションしてもらっていただく、カジマカジャックという、まあ、やっぱり踊りの曲なんですけども、それを歌いたいと思います。佐田さんの太鼓はまた再び、何て言うんでしたっけ、これは。でも、この太鼓、ベンディールっていうのを、まあ、イメージして作った自作楽器です。寿司オーケストラちょっと名残がこの辺にあるんですけど、中に鹿の皮を切った紐を貼ってます。じゃあ、まあ自作楽器ということで、じゃあカザフスタンのトラディショナルでカジマカジャックです。ウズベキスタンです。ああ、そうだね。近いですね。すいません、ウズベキスタンです。3系で、カザフスタンって言ったの全てウズベキスタンに行ったんです。失礼しました。じゃあ行きましょう。
今、あの、アレンジして、2人でやってみました。鹿島カジャック。元はどういう楽器なんですか？なんだろう、分かる。多分、ウズベキスタンっていう国は、あの、ペルシャ王朝に支配されてたらしく、あの、ペルシャ音楽、イランですね、今の。イランの音楽の影響がすごい残ってるそうなんですね。それで、まあ、この曲もやっぱりその、イランのサントゥールっていう、あの、弦がこう、一体貼ってある、あの、箱型の台形の形の、まあ、ハンマーガルシマとか、そういうものも多分、あと、チンバロムとか。サーランディとか。それはそういう意味なんで、はい、あの多分今似たようなそういう吹奏楽器も入ってると思いますが、まあ、いかんせん音源を参考にしたんですけど、ね、映像じゃない、映像がなかったんで、まあ、ちょっと具体的にどういう楽器かはちょっとよくわからないんですけど、まあ、でもそうです、今言ったようにこうしたこのチンバル系とあの弓で弾く系と、あと、まあ、太鼓そうですね、それフレームドラムですね、もうちょっとあのこのバシャバシャっていうよりはもっとカンカン、カン高いドイラっていうタイプを使うんですけど、そんな楽器が使われている音源を、まあ、ちょっと聞いて、外から結構聞いて、まあ、あの我々なりに翻訳してみたっていう感じでしたね。すごいですね。もう多分原、あんまり原型があんまないかもしれないですね。そこで、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 味ありますよ。ありがとうございました。じゃあまあそんなわけで、またじゃあこっちのリボン、僕はリボンコントローラーで、伊沢さんの方はダラブッカリっていう、はい、まあ、アラブの楽器とか最後の曲ですけど、またか最後じゃカバーでね明るく終わりたいと思いますが、カバーですよね、まあ、今度は台湾に行ってみたいと思います。台湾のまあ非常に古い戦後間もなくにね出てきた曲なんですけども、ちまき売りという曲で、最初はなんかこう民間の土用みたいな感じで歌われてたのかな、まあ、ちまき屋さんがちょっと大変だ、あの生活、うん、これはちょっとちまき売りでやっていくのは大変だみたいな、そういうちょっとブルージーな歌なんですけども、まあ、あの60年代に入って結構普通のポップソングとしてね流行って、まあ、テルサ・テンさんなんかもね歌ってるんですが、まあ、それ僕はテルサ・テンのバージョンを参考にやっぱりアレンジして、この楽器にアレンジして、まあ、サーズさんと一緒にやってみます。ちまき売りという曲です。ちょっと待ってください。チューニングが見ちゃってました。チューニングがあるって感じです。チューニングがあるんですよ、これ。Thank you.
3人でございました。ありがとうございます。